雨の日でも屋内で思いっきり体を動かすことができるキッズスポーツパーク、略してキスパです。昨日の午前中はおよそ20人の子どもと保護者が集まりました。体育館にはトランポリンや鉄棒などおよそ20種類の遊具が並べられています。このイベントはスポーツに親しめる教室などを企画運営している小豆島町の地域おこし協力隊の加藤彩奈さんが企画し、去年5月から月に2回行っています。子どもたちも笑顔で遊んでくれているので、毎月行くのが楽しみです。今日みたいな雨の日は本当に遊ぶ場所もないので、はい、いつも助かってます。すごく親子を体を動かせるので、はい、私にとってもいい運動をする機会になってますね。次回のイベントは来月13日と14日に開かれる予定だということです。